皆さんこんばんは。在宅歯科カレッジの放送を始めていきます。本日のゲストは小林さんです。小林さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、軽く自己紹介を。はい、今は、包括の方で主任ケアマネ枠で働いています。はい、というわけで、ケアマネ歴としてはこの業界が20数年ですかね。なのでケアマネになってどのぐらいだろうね。20年あるかな、ないあ20年ないと思いますね。はい、ぐらいな感じで。はい、というわけで、まあ何回かね、もうこの在宅歯科カレッジには出ていただいているんですが、まあ今日雑談ベースで話というところで、まあ多職種連携についてっていう話でしようかなと思うんですけど、はい、なんかよく聞きますけど。聞きますね。邪魔でね。はいはいはい、すいません、荷物がね邪魔で、はいはい。聞きますけど直感としてどうですか？すごく、行政さんとかいろいろケアマネさんの業務の中では多職種連携ということを言われています。じゃあ実際に、現場のケアマネさんが多職種連携についてどうやったら進められるのか理解しているっていう人は少ないのかなと思います。そうですね。っていうか、まあよくその歯科からも多職種連携多職種連携って言いますけど、多分しょっぱな何をしていいかが分かんないと思うんですけど、それケアマネさんがもう一緒だと思いますよ。うん、そうね、でも多分なんかよくね、講演会とかで連絡にならないようにしましょうみたいなことを言ってるんですが、はい、個人的な印象としてまず連絡すら取れてないって思うんですけど、そこどうですか？何をどう連絡するのかっていうところが分かっていないかもしれないですね。うん、そうね。うん、まあよくその私たちから言うと、まあケアマネ報告書、居宅療養管理指導を取ってたら、まあ月に1回ケアマネさんに送らなきゃいけないんだけど。そこに書かれてる内容が受け取って読んだ時に、いやこれオンタイムで教えてほしいなっていう内容が書かれてることがあるらしく、それって受け取った時どうなんですかね？受け取ってオンタイムで教えてほしいなと思ったら、私だったら電話をしますね。これって具体的にどうでしたって、もう時間が経緯してたとしたら、その後どうですかとかのアプローチはしますけど、そうしなさいというものではないので、それはおのおのですよね。まあ確かにね、まあそのまんま読んじゃって、あこれ教えてもらいたかったな、で連絡をしないケアマネさんもいるだろうし、ただそうすると、どうなのかな。やっぱりケアマネさんの中では比較的気づいたことはなるべく早く教えてほしいって思ってるのがケアマネさんたち。いや人それぞれです。だよね、それは思う。教えられても「え私これどうすんの?」って言ってるかもしれないし、そうなのよね。本当にいろんなケアマネさんがいるから、いろんなことが、形にこういうふうにというマニュアルが作れないもの、だと思うんですよね。だから整合性が取れればで最終的に、ご利用者さんが安全に快適にサービスも滞りなく過ごせてれば問題なし、なのか愚痴になるけどさ、電話して絶対にいるのにイルス使う気はまねいるよねそれはちょっといかがなものかなあ、まあよくその聞くんだけどね、実際に自分が当たった時にうわーって思ったそれはもうそこからして連携ってどうなの？いや、する気ないんでしょ、多分、だからもうだってそのケアまでにこれが変だよって伝えたところで、まあ無理でしょうねって思うから、温度差があるし理解してないと思う。だからなんかで地下って一番最後で入っていくから、そうですね、割とね、だから出来上がったところに入っていくしかないし、そのなんだろう、今言った通りケアマネさんの中でもこの情報が欲しい、これはいらないの、取捨選択が分かんないから、もうとりあえずうちは文書で送りつけようっていうなんか歯科を呼ぶ時点でケアマネージャーも何かしらここが問題と思ってるから入れてないのかしら。どういうこと？問題っていうかさ、自分のケースで後から歯科入れるってことは、ここが何かケアマネージャーとして問題があると思うからサービス入れてるわけでしょ。まあ本人が多分なんか訴えたかそういう話よね、だとしたら1回入ってもらったら「先生そこはどうでした?」みたいな問題意識を持って、次に自分が訪問した時にどうだったっていうことを確認していったらいいんだよね。やってるみんなそれみんなやってるのかな。なんかそんなことはない。私もやってた。いやそれはわかるけどで、そこでほら会話も盛り上がるわけじゃない。まあで、あね、自分のことをこの人は見てくれてると思うと、信頼関係の構築にもなっていくわけじゃない。まあそこまで熱意持ってやってくれればっていうまあなんか多職種連携についてっていうと、よくそのなんだ、だからよく私は歯科は一番最後に入ってくから、そこに関して連携って言ってどうしたらいいか分かんないんだったら、まず自分でケアマネさんに連絡をすることをしてほしいってよく言うんだけど、それは間違いではないよね。間違いではないと思う。だからとりあえず最低限、そのケアマネさんから紹介をいただいたんであるならば、せめて初回の報告はすぐしましょうかって思うんですけど、あとできれば初回の医療の導入は立ち会った方がいいよね。いやそれは人によるかな。まあこれじゃあちょっと次でその話しようか、というところでちょうどいい感じでお時間になったので、多職種連携についてなんかぐだってしちゃいましたけど、私の個人の話としては、歯科に関しては後から入ってくるから、なるべく自分から介護職に関わっていくように工夫されてはどうですかっていうところと、ファックスね、送るの大変だったら、電話でもいいと思うんですけど、ケアマネさん今ね最大40件だっけ、44までいったねすごいね。44件持ってて、それに対して1件ずつ電話されたらそれはそれで迷惑だと思うので、なるべく後で読めるファックスで送った方がいいかなって。だって読まなかったら読まないでいいだけし、って思いますというところで、今回はこれにて放送終了します。在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に動画の配信を行っております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いします。